井ノ口邦子、井ノ口邦子、井ノ口邦子、1952年5月3日隊は、日本の政治家、政治学者。自由民主党所属の参議院、議員、2期、自由民主党内閣第1部会長。上智大学名誉教授、日本学術会議員、地域経済総合研究所評議員。専門は、国際関係論、安全保障論。 軍縮会議日本政府代表部特命全権大使、衆議院、議員、一期、内閣府特命担当大臣、少子化、男女も同さんが担当、日本大学国際関係学部教授等を歴任した。1972年に NHK 青年の市長全国最優秀賞、文部大臣賞受賞。第7回、1989年度読売新聞。 吉野作造賞受賞。2003年英本女性年度賞受賞。千葉県市川市生まれブラジルサンパウロ日本人学校、アメリカンスクール、応印中学校、高等学校、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、を経て、上智大学外国語学部卒業。イェール大学大学院政治学研究科博士、家庭修了、PhD in Political Science。 1980年以降、上智大学外国語学部、法学部で教鞭を取る。1990年から、上智大学法学部教授。この間、ハーバード大学国際問題研究所客員、研究員、1983年から1984年、オーストラリア国立大学政治学部、客員研究員、1986年を務める。 2002年から2004年まで軍縮会議に日本政府代表部特命全権大使を務める。その後上智大学に復職した。2005年1月には上智大学の学長選挙に立候補したが落選。同年8月、小泉純一郎首相から第44回衆議院議員総選挙への立候補を要請され、自由民主党公認で比例東京ブロック単独1位で出馬し、 初当選。第3次、小泉改造内閣で、内閣府特命担当大臣、少子化、男女友同さんが担当に任命され、当選1回で、初入閣した。2009年8月、翌日に公示される第45回衆議院議員総選挙に、際して、比例単独候補の上位を優遇しない、小釜こと、菅義偉ら自民党選対幹部から、 前回の比例東京ブロック単独1位ではなく、同ブロック下での出馬を提示されたが、これに受け入れず、不出馬を表明した。2010年4月から、日本大学国際関係学部人気制教授を務めていたが、同年7月の第22回参議院議員、通常選挙に、千葉県選挙区から自民党公認で出馬。得票数2位で当選し国政に復帰。 2016年7月の第24回参議院、議員通常選挙でも千葉県選挙区に出馬し、得票数1位で再選。無派閥であったが、この再選を機に麻生派に入会した。2018年10月、自民党内閣第一部会長に就任。当時の細川森弘首相が設置した防衛問題懇談会で委員を務めた。 1994年から1996年、また行政改革会議員、1996年から1998年、在任中は、むしろ外務省の安全保障機能強化の方が大切、と防衛庁の昇格上げに反対した。2010年の第22回参議院議員通常、選挙では憲法9条の改正や、 集団的自衛権に関する内閣法制局の見解の見直しに前向きな姿勢を示した。第二次、安倍改造内閣下においては、日米同盟の信頼性と実効性を向上させ、他国に対する抑止力を高めるために、限定的な集団的自衛権の法整備、平和安全法制が必要であると表明している。2015年8月21日の 平和安全法制特別委員会においては、防衛協力のための国際的な協調行動を取り得る姿勢を示すことは、我が国の国防の観点から当然であり、憲法の平和主義の枠内であることは明らかであると述べている。2005年、日本外国特派員協会の記者会見で、紛争地域の女性たちへの国際援助、学校や病院の建設には、 小型火器の廃棄が必要であることが分かり、AK ライフルを引きずり出し、村の広場に積み上げて火をかけたと話し、女性が紛争解決の力になり得ることを主張した。第二次男女共同三角基本計画や、女性の再チャレンジ支援プランに関わり、少子、高齢化で人口が減少する日本では、再チャレンジを希望する女性の活用が重要であるとして、 その支援に必要な法整備に力を入れた。2005年から2006年に初の少子化対策専任の大臣として全国10ブロックでの市長との会合、有識者による委員会などを行った。2011年4月14日、東日本大震災の復興補正予算が議論される中、復興予算年出のための ODA 削減に、 反対する超党派の議員連盟のメンバーに名を連ねる。朝日新聞は、上智大学のチョコゼミで、国際政治学を学んだ元ゼミ生などの30人が、チョコに安保法制賛同の審議を問うため、2015年8月に、郵便及び電子メールを計算回送付したが、チョコからの返答は得られなかったことを報じている。これについて、チョコは2015年8月に、 朝日新聞の取材に応じ、手紙はカバンに入れて持ち歩いていた。ただ、意見があるのなら、面会を求めるのが筋。学者として学問的裏付けのある発言をしており、会えば疑問点を聞き、議論もできたと答えている。2015年8月下旬には、参議院会館において、30年近く前に、井口の主催する国際政治学のゼミで学んだという、 読売新聞記者の小川雄一郎から世界各地で起きている紛争やテロの原因についてインタビューを受けた。自身が小泉チルドレンであることを辞任している。夫は井口隆史、政治学者、新潟県立大学学長、東京大学名誉教授。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。